皆さんこんにちは。2月24日金曜日、今日のスペインニュースです。マドリッドの SMJ 日清文化協会メンバーズハウスからの発信です。現在こちらの時間で朝10時38分、お天気は晴れ、外の気温が8度、湿度 20% 未満、お部屋の中が18度、湿度 53% 程度です。それではいつものようにテレビの画面の方を見ながらお話しさせていただきます。今日のニュース題名は、スペインの大卒資格給与優遇の資格とならず。本文に入ります。スペインでは25歳から64歳の年齢層で見た場合、その 40.7% が大学などの高等教育を終えており、その比率は EU 諸国平均の 33.4% を大きく上回っている。逆に義務教育しか受けていない人の割合が 36.1% で、その後何らかの中等教育まで終えたが高等教育へ進まなかった人の割合が 23.2% となっている。EU 諸国平均ではこの中等教育まで終えた人の割合が 45.9% となっており、スペインの 23.2% と比べるとその2倍近くになることから、 EU の他の国々に比べてスペインでは教育水準における中間層が極めて薄いことがわかる。一般的な解釈として、大学を卒業すればそれなりの高収入を得ることが可能となるとされていた時代がスペインにもあったが、現在ではそれは過去の幻影と化しており、大卒の資格が直接高収入につながるということはない。年齢層を25歳から34歳に限ってみた場合、スペインでは大学などの高等教育を終えている人の占める率は 48.7% に上るが、その10人中4人近くにあたる全体の 36.6% が低賃金の業種についているとのこと。この比率は EU 平均では 22.1% であり、 36.6% に達しているスペインは最多となっていると、こういったニュースです。本部の中で、ね、義務教育しか受けていない人の割合が 36.1% で、その後何らかの中等教育まで終えたが高等教育へ進まなかった人の割合が 23.2% となっていると、こうありましたが、まずスペインの義務教育というのは日本でいうところの小学校中学校と年数的にぴったりと一致しているわけではありません。日本でいう小学校小学教育というんでしょうか、これに当たるものはほぼ同じ、重なっています。6歳または7歳から始まって6年間かけて行えるもので、これは日本とほぼその年齢的にも年数的にも一致しています。ところが日本の義務教育ではその後中学校ですか、中等教育となって、それが確か3年間だったと思いますが、スペインの場合はこれに当たるのが4年間だと思います。4年間。そこまでが義務教育です。ということで、義務教育しか受けていない人の割合が 36.1% となっていますが、日本に当てはめて言えば、これは小学校、6年間の小学校を終えて、そして3年間の中学校を終えて、高校教育の1年間を受けた。そんな感じですね、年数的にはね。そこまで終えた人々の割合が、25歳から64歳の年齢層で見た場合は 36.1% となっているということですね。まあ昔からね、日本は大学は入るのは難しいけれども出るのが簡単だとよく言われてました。外国ではそれとは逆で、入るのは簡単だけれども出るのが難しいということで、そう卒業をちゃんとするのは難しいと。そうした場合に比較的良い就職先に就けることが多いと、こういうふうにスペインでも言われていたんですが、まあ、現在では若い方々の失業率を見ていても分かりますけども、かなり悪い状況にあります。まあ、そういった中でね、あまり職種を選んでいると、大学を卒業してもいつまでたっても就職できないという方も多く、
結果として、以前は大卒の方々がつくことはなかった低賃金の業種にも今は多くの方々がついているということで、大学卒業の方々があまり見られなかった職種に大卒の10人中のほぼ4人がついているというのがスペインの、ね、今の現状のようです。はい、他にどんなニュースが今日目についたかと言いますと、なんか日本とちょっとね、これ時期が重なりましたが、冬が戻ってきた感じです。各地で積雪、車両立ち往生、これがニュースになっています。昨日、一昨日までね、暑いところでは最高気温が24度に達していました。スペインはね、ちょっと南の方に行きますと。ところが、昨日から一気に全国的に気温低下があり、昨日より真冬の気温に逆戻りとなっています。マドリッドあたりから、マドリッドの北部あたりから北にかけて、イベリア半島全体で大雪となっているところが多いようです。各地でその国道、山越え、もう完全に車が通れなくなって、まあ、通行止めとなっているところが多いようです。それから今日、まあ、経済的な、ね、ニュースで大きく取り上げられているのが、イベリア航空、まあ、スペインにいらっしゃった方々でイベリア航空を利用された方は多いと思います。日本からスペインまでイベリア航空で飛んでこなくても、スペイン国内の移動でイベリア航空、国内線を使われた方は多いと思います。このイベリア航空がスペインでもう一つ大きな、ね、航空会社がありますが、エアエウロパという、ね、会社があります。これもスペインに今までいらっしゃった方で利用された方は多いと思います。国内線の形でね、このエアエウロパをイベリア航空がかねてからずっとその計画は進んでいたんですが、ついに昨日正式に買収が決まったと。5億ユーロで買い取ったようです。ということで、今後もエアエウロパという会社はその運航を続けますが、イベリア航空の中に取り込まれた形となります。はい、ということで今日のニュースはここまでとしまして、いつものように余談の時間に入りたいと思います。余談の時間です。昨日ね、マドリッドリオ公園のその向こう側にある大きなショッピングセンターにちょっとお買い物に行ってきました。その時に、まあ、いろんなものを買ったわけですが、チョコレートも少し買いました。で、チョコレートを買う時には、だいたいカカオが含まれているね、そのパーセント、これが高いやつを私はいつも、まあ、普通買うんです。あまり、やっぱりあんまり甘いチョコレート食べないんですね。で、カカオのその含有量が高いと、それに比例して値段がどうしても上がってしまう。で、そうするとあまり高いのは買いたくないんで、それぞれのスーパーが自社印で出しているようなね、一番安いやつを探して買うんですが、昨日そのマドリッドリオの向こうにあるリオドスという大きなショッピングセンターに行きますと、ちょっと予想外のことがありまして、こういうチョコレートを買ってきました。見えてますか？はい、 92%、メーカーがバロール。スペインに旅行にいらっしゃったことのある方々で、このバロールっていうね、メーカーのチョコレートを買って帰った方も多いと思います。ちょっとしたブランドになってますね。で、こういうブランドになってる、有名になってるチョコレートっていうのは、他の安いのに比べると随分高いんで、いつもは私は手は出さないんですが、これが他のものよりも一番安かったんです。一番安かったっていうのは、その売り値が、その値段そのもの、価格そのものが一番安かったんではなくって、スペインの場合はこれ義務付けられてるんですが、消費者がどれが安いか高いかっていうのをもう一目瞭然で分かるように、基本的にあらゆる商品にはその販売価格とそのすぐ横に、これを1キロで考えた場合の1キロあたりの値段はいくらですよって、それは書いてあるんです。ですから、チョコレートによって100g、1枚 100g のやつもあれば 120g とかね、130とか、これの場合170って書いてあるでしょ。そういうふうにグラム数が違うと、販売価格だけ見て瞬時にして、あ、こっちが安いって分かる人は相当算数が得意な方であって、私のような文系の人間にはさっぱり分かんないですよね。ちょうど 100g と 200g っていうふうに2倍だったら計算もできますけども、120とか130とか150とか170なんて言われちゃったら、もう全然計算するのめんどくさくて、もうね、お手上げってなっちゃいます。そういうのを避けるために、スペインでは必ず、販売価格以外に1キロにした場合の値段がちゃんと書いてあります。
それを見ると、まあ、どうせ食べるものなんだから 100g のチョコレートを買っても 120g のチョコレートを買ってもね、どうせ食べるものなんですから、大事なのは1キロあたりにしたらどれが一番安いんだろうかって、そこを消費者としては見るわけですよ。でそれで言いますとね、昨日そこにあったそのスーパージューシーのチョコレートよりも、このなんと 92% カカオっていう、本当だったらものすごく高いはずの、しかもブランドのチョコレートは一番安かった。なんでかなと思ったんですが、もうすぐに察しがついたんですが、それはこの 92% という数字に多分理由があると思うんです。私も苦いチョコ好きですけども、82とか 85% ぐらいまでのチョコレートですと、もう十分に甘さを私の場合は感じるんですけども、美味しく食べられるんですが、 90% を超えると確かにあんまり甘さを感じなくなっていくんですね。ましてやスペイン人ともなれば、 90% を超えるチョコレートを買う人が本当にいいのかなと思うぐらい甘いのが大好きな民族ですから、まあ、多分このブランドも出してはみたけども、ほとんど売れずに、これ売れ残って、どん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 売れ残っていったんじゃないかなと想像します。まあ、それで値段がね、落とされて売り出しになってるんじゃないかと思うんです。まあ、それでこれを買ってきたんですけどね。でこれを買ってきて、まあ、何を思い出したかっていうと、チョコレートの文化、今日はこのチョコレートの文化についてちょっとお話をねしてみようかなと思います。昔海外旅行に行くと、チョコレートをお土産で買って帰る人も多かったと思います。今も多いかもしれませんが、でも昔はなんか私の記憶ではね、スイスに行ったらチョコレート買ってくるとか、ベルギーに行ってもチョコレート買ってくる人いましたかね。なんかこうスペインに行ってチョコレートっていうイメージがあんまりなかったような気がするんですかね。でもこれがやっぱりスペインのね、その商魂がなさすぎる、商魂たくましいの正反対で、商売が下手なスペインらしいところで、ヨーロッパのチョコレートの中心はスペインなんです。歴史的にスペインから全ヨーロッパに広まった文化です。それをスペインは全然宣伝しない、そこでお金儲けをできないっていう、そういう国なんですけどね。このチョコレートの文化っていうのはね、もともとヨーロッパにはなかったもので、まあ、スペインのその大航海時代ね、今我々は一般に中南米と呼んでいるアメリカ大陸ですよね。そこのスペインの発見から始まって、あちらからヨーロッパ大陸なかったものがどんどん入ってきたわけです。でその時代のお話で、16世紀後だったでしょうかね、エルナン・コルテスの時代ですから、まあ、その時代にその今メキシコと呼んでるね、スペインが占有化したって言いますか、植民地化したメキシコから持ち込まれたもので、カカオの文化がね。でそのカカオをスペインに最初に送ったのは、エルナン・コルテスと同行していた修道士なんですけども、大体その修道士とかね、その修道会のいわゆるその神父の資格を持ってる人、司祭の資格を持ってる人、そういった人々がその新大陸からヨーロッパにいろんな新しいものを送り込んだ、持ち込んだ、こういうパターンが多いんですよ。そのうちの一つがこのチョコレート。その時にエルナン・コルテスに同行していた、おそらく司祭の資格を持っていたんではないかと言われてますが、ちょっとこの辺はね、はっきりしないようですけども、まあ、間違いないのは修道会の修道士です。その修道士がカカオをスペイン本国に送った、その送り先がですね、どうやら今現在のスペインのアラゴンにあるモナステリオ・デ・ピエドラっていうね、修道院なんです。何年か前にね、私の個人的な旅行でそこへ行くときに、もしご一緒されたい方があれば一緒に行きましょうかって、ホームページを通じて声をかけて、何か集まって一緒に行った旅行で、このモナステリオ・デ・ピエドラに行ったことがあるんですが、その時にね、そこのお抱えのって言いますか、そこの専属のガイドさんがね、修道院の案内をしてくれて、そこで、ここで初めてチョコレートが作られたんですよってお話をされたんです。でそれまでの私のそのガイド人生の中で、私が持っていた知識では、最初ヨーロッパでのチョコレートの中心となったのはサンティアゴ巡礼路がずっとね、スペインの北を通ってますが、それがずっとサンティアゴ・デ・コンポステラの方に西へと進んでいって、レオン県に入って、そのレオン県にアストルガっていうところがありましてね、そのアストルガだと思ってたんです。でそのアラゴンにあるモナステリオ・デ・ピエドラのガイドさんが、いやここが最初ですよって言ったもんで、気になってね、他のお客さんの前であんまり質問するのも悪いかなと思って、ちょっとこう場所を移動して歩いてる時があったんで、その時にそのガイドさんにね、さっきねってここでチョコレートの文化始まったって言ったでしょって、うん、でもいや俺もガイドなんだけどってね、
それってアストロガじゃないの？え？ってわけですよ。いや、私今までアストロガだと思ってて、よくそういう説明したことあるんだけどって、アストロガ言ったらそう言ってるよって、え、本当かってわけです。どっちも本当か本当かで終わっちゃったんですけどね。で、なんとなく気になって調べてみると、時代的にカカオをそのエルナン・コルテスに同行していた修道士がスペインに送った、その時代の方がアストルガでチョコレートの話が出てくる時代よりも前なんですよ。そうするとやっぱり一番最初っていうのはどうやらアラゴンのモナステリオ・デ・ピエドラと呼ばれている修道院で、そこに住んでいた修道士たちがチョコレートを作ったのがどうやら最初みたいです。これ16世紀で、アストルガはどこから出てくるかっていうと、そのチョコレートの製造が始まったけども、それは最初の原始的な製法であって、ものすごく時間もかかったし、ちょっとしかできなかった。それがだん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 とその製法が改善されていて、さらにこう発達していって、近代的なチョコレートを大量生産できるようになった、そういったシステムを持った大きなチョコレート工場ができたのがアストルガだった。アストルガっていうのはその巡礼路が通ってますから、巡礼路っていうのはヨーロッパ中の人々が通った道です。でそこにヨーロッパ中の文化がスペインにも入ってきますが、スペインの文化もヨーロッパ中に広がっていくわけです。まあ、そういったことがあって、そのヨーロッパに広めた、一番広めたきっかけって言いますか、その原因を作ったのはアストルガじゃないかなと思います。ヨーロッパのチョコレート文化のまさに発祥はスペインのアラゴンのモナステリオ・デ・ピエドラで、それを広く広めたのはレオン県のアストルガ、そんな感じじゃないかと思います。でちなみにチョコレート文化をヨーロッパに広げたのはスペイン、今のお話でね、ということになりますが、実はもう少し詳しく見てみると、世界に今我々が思っているチョコレートを広めたのはやっぱりスペインなんです。どうしてか、今我々が思っているチョコレートっていうのは、さっきのお話で 92% のチョコレートってのは苦いでしょ。普通の多分味覚持ってる人には、一般にチョコレートと思っていった時に頭にこう描く甘いチョコレートのイメージはないと思います。もともとメキシコで消費されていたチョコレートの文化っていうのは全く甘みがなくて、甘みどころかあのチリ唐辛子みたいなやつ、あれを入れたピリ辛の苦いものだったんです。そうじゃなくって、それがスペイン人は全然好きになれなくって、これ甘くした方がいいんじゃないかっつって初めて砂糖を入れた、初めて砂糖を入れて溶かして甘いホットチョコレートの飲み物にした、これが始まりです。つまり我々が持っているチョコレートのイメージ、甘いカカオのお菓子、これは作り出したのはスペイン人ということで、世界で今親しまれているチョコレートイコール甘いもの、甘いお菓子、これは完全にヨーロッパだけではなくって世界中を対象にした発祥の地がスペインということになるようです。まあね、やっぱりスペインは以前日の沈むことのない大帝国とまで呼ばれた、それだけ発展した国ですから、ここを通してヨーロッパ中に広まったものってのはまあ、いろいろありましてね、その中でもう一つよく知られているものを紹介しておきますと、皆さんの中でキニーネっていう言葉を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません。キニーネっていうのはね、マラリア熱の特効薬としてヨーロッパに広まったものです。こういったものを外から持ち込む、そういう役割を果たしたのは多くの場合は修道士たちなんですね。探検家が出かけていくときには、必ずその精神的に彼らの面倒を見てあげるために司祭だとか修道士が乗っかっていく、これが普通でした。そういった方々はその修道会を世界に広めていくために持っている世界のその広い輪って言いますか、ネットワークを持ってるわけです。その彼らがいろんなところからいろんなものをスペインに持ち込む。大航海時代を迎えていたスペインがヨーロッパ世界の中心でしたから、スペインを経由していろんなものがヨーロッパに広がっていく、こういう流れが出来上がったわけね。でこのキニエと呼ばれているこれも、中米にあったキナの木と呼ばれているね、そのキナの樹皮に含まれている成分ですが、これがマラリア熱の特効薬としてものすごく効くということで、それを知ったスペイン人がですね、これをスペイン本国に送ったわけです。でマドリードの近くにチンチョンという、まあ、町、昔は村でしたが今町ですね、町があるのをご存知の方も多いと思いますが、そのチンチョンのチンチョン伯爵夫人、この方がマラリア熱
にやられた時にものすごく効く薬があるっていうことですぐ取り寄せろっていうことで、そのチンチョン伯爵家の依頼で、すぐにその多分ペルーあたりからね送られてきたのと思います。その修道士を通してね、イエズス会の修道士を通して送られてきた。それを使うとそのチンチョン伯爵夫人がすぐに治ったわけです。回復したわけです。その噂がなぜスペインでものすごく大きな伯爵家ですから、そこのご婦人が病気になって治ったすごく効いたっていうのがあっという間に第二次スパニア帝国からヨーロッパ全土にその評判が広まって、それがマラリア熱に効く薬だってことで普及したわけです。でそのキニーネ、キナの木から取られるキニーネっていうのが、ヨーロッパにその最初に入ってきたのがチンチョンだったっていうところから、チンチョン伯爵家から広まったっていうところから、ヨーロッパ中であのチンチョンの薬、あのチンチョンのってなったわけね。そういったところからヨーロッパ中でこのマラリア熱特効薬のキニーネは別名チンチョンとかね、チンチョンの名に似たような言葉で呼ばれるようになった。そういうのもその時代にスペインからヨーロッパ中に広まったものの一つじゃないかと思います。はい、ということで今日はかつてのヨーロッパは世界の中心であった大スペナ帝国を経由してヨーロッパに広がった文化について少しお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。